阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。富山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている鈴木、金子、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。さあ2球目は何か、ファウルになります。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど、スライダー外れます。さあ4球目は何か、ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、見逃し三振。バッターボックスには指名打者の大山、ツーアウトランナーありません。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。さあこれからファイターズが守備につきます。そしてバッターは近本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。次が2球目、引っ張った、菊池、アウト、ワンアウト。バッターは DH 浜中、ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーダルビッシュ、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。今のはよく我慢しましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。引っ張った、サードうまくさばいてアウト、ツーアウト。バッターボックス T 岡田、ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか、最初は変化球できました。ボールになります。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。アウトローの変化球、キレがあります。インサイド落ちました、わずかに右に切れました。ファールボール。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました、流しました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウト、ランナー二塁。さあそしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、菊池、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。2回になります。ファイターズの攻撃、バッターは4番岡本。タイガース得点に動きはありません。0対0でアウトコース打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。打席には5番バッターマクブルーム、金子、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク、よく見ています。これはバット出ず三振です。打席には6番バッター丸、ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか、最初は変化球できました。スライダーは見送ってボール、ボール先行です。引っ張った、ヒットになった、ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている青木、ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、外のボール打った、このフライはどうだ、落ちるか、落ちた、ヒットになる、二塁へ送球。さあそして打席には菊池が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ得点圏には先制のランナー、変化球打った、ショートが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。2回の裏になります。タイガースの攻撃、打順は5番ソト。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。バッターよく見ました、ボール先行です。ここは落としてきました、ストライクが入りません。よく見極めました、フォアボールです。さ
サヨナラのランナーがノーアウトから出ました。打順は6番吉川。フォアボールのランナーが出ています。バッターボックスには代打の木浪。フォアボールのランナーが出ています。初球は何から入ってくるか。変化球打った。二塁送球。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。バッターは7番に入っている村上。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。これも初球打ち。ここはフライになっています。ショートフライ掴んで3アウト。ここでタイガース守備を変えてきました。3回の表ファイターズの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の梅野。タイガース得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。嫌なところで回ってきましたね。変化球打った。ショート取った。一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあそして打席には鈴木が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ2アウトながらピンチは続きます。ここまでしっかりゼロで抑えてきてますからここも大丈夫でしょう。なるほどそうですよね。外、これは際どいが外れている。ストライク入りません。ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあそしてバッターボックスには大山が入っています。怖いバッターが続きますからここは踏ん張りどころですね。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。バッターボックスには代打の柳田。さあ里崎さん、先制がかかる場面、ここで代打を起用してきました。そうですね。ただここはきっちり抑えることで相手の勢いを止めることにもつながると思いますね。なるほど。さあしっかり抑えていきたい。さあ3球目は何か。変化球打った。セカンド取った。一塁アウト。これで3アウト。これから3回の裏タイガースの攻撃です。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の大和。タイガース得点に動きはありません。これから3回の裏タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の木山。まずはインコース。いやツーシームから入ってきましたね。なるほどそうですか。低め外れています。161キロ。ライトへ持っていった。セカンドランナースタート。三塁送球はどうか。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には梅野が入ります。バッターボックスには代打の原口。ワンアウトランナー一塁三塁です。さあ守護神ビエイラがタイガース打線の前に立ちはだかります。小宮山さんどうでしょうピッチャーの状態は。今日は良さそうに見えますけどね。なるほど。さあまずはこのイニングをしっかり抑えたい。低めは外れました。ランナーここはスタート切りません。外の球打った。取った。ホームイン。サヨナラ。なんとサヨナラで決着。代打としてこれ以上ない結果を出しました。